皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、ディレクターからね質問がありまして、私いろいろな動画でねマインドマッスルコネクションって言ってますけど、一体何なんそれっていうことでね、質問が飛んできましたので、今回はそのマインドマッスルコネクションというね言葉についてちょっとだけ解説をしていきたいなと思います。マインドマッスルコネクション、まあどういうことかというと、まあ要するに鍛えてる筋肉をしっかり意識しましょうねということになります。何の目的でこのトレーニングをやってるのか、どの筋肉を鍛えたくてこのトレーニングをやってるのかっていうのを全く知らないままやるのと、それをしっかり理解してこの筋肉鍛えてるんだって思ってやるのとでは効率が全然違います。例えばまあアームカールなんかでも、ただダンベル持って曲げ伸ばしして、あなんか重いな、疲れるなってやってるだけの方と、上腕二頭筋ねしっかり鍛えるぞ、強くするぞと思って上腕二頭筋の力で上げる上げる上げるというふうに上腕二頭筋の動きを意識してやってる方とではね、同じ10回3セットでも効率が全然違います。まあこんな形でしっかり鍛えてる筋肉を意識する、しっかり鍛えてる筋肉を動かすことでウエイトが動く、そういう意識でしっかりトレーニングをしましょうねというのがマインドマッスルコネクションになります。まあただこのマインドマッスルコネクションっていうのも闇雲にね鍛えたい筋肉を意識すればいいというものではなくて、例えばスクワットとかベンチプレスみたいな高重量のコンパウンド種目ありますよね。そういうきつい種目でいちいち鍛えたい筋肉意識できないんですよ。そんなもん意識してたら重量上がんないですし、怪我してしまうので、何でもかんでもその鍛えたい筋肉を意識すればいいというものでもなくて、基本的には高強度のコンパウンド種目、まあ例えばスクワット、ベンチプレス、デッドリフトといったビッグスリーとかね、懸垂とかミリタリープレスとか、そういったトレーニングの場合は細かいことはもう意識せずにしっかり腹圧を高めて、とにかくもう安全に安定したフォームで強い力を出すっていうことに集中していただく、そっちの方が個々の筋肉を意識するよりも効率よく鍛えられる、そういう種目もありますし、逆にレッグエクステンションとかアームカールとかマシンのチェストプレスとかね、そういったより安全で鍛えたい筋肉を意識しやすい種目なんかはマインドマッスルコネクションを意識して、例えばレッグエクステンションやるときはもう四頭筋をしっかり鍛えるぞと、四頭筋鍛えるぞというふうに意識をしてやってみるとか、チェストプレスでも肩とかね上腕三頭筋に入らないようにしっかり大胸筋の力で押すんだ、大胸筋の力で押すんだっていう風に大胸筋を意識してみるといったように、種目によってそのマインドマッスルコネクションをこう意識するかしないかっていう、こう使い分けができるともっとね効率よくトレーニングもできるようになりますので、このマインドマッスルコネクションしっかりね意識をしていただいてトレーニングに取り入れていただければと思います。今回はですね、マインドマッスルコネクションって何ぞやという質問に答えてみました。他にもね、何かトレーニング用語でわからないこと、知りたいことがあればぜひコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。